メネクセノスとは、プラトンの初期対話編の一つ、またその中の登場人物。副題は、戦死者のための追悼演説。アンタルキダスの和訳によって、コリントス戦争が終結した直後のアテナイ。ソクラテスが、アゴラのブレウテリオンから帰ってきたメネクセノスと出くわす、ところから、話は始まる。追悼演説者の選考を見に行ったが、決定は明日に延期になったという。 皮肉を込めて追悼演説の素晴らしさを語るソクラテス。メネクセノスは急に選考が行われることになったので演説者は大変だろうと述べるも、ソクラテスは追悼演説はそんなに難しくない。ましてやアテナイ人を相手に、アテナイ人を褒めるのならなおさらという。ソクラテスはペリクレスの愛人、アスパシアを自身の弁論術の主として挙げ、 昨日彼女の追悼演説の練習も聞いて覚えたという。メネクセノスにせがまれてソクラテスは、その記憶していたアスパシアの追悼演説を披露する。メネクセノスは感謝して、話は終わる。本作は、プラトンの著作の中では、かなり得意な性格の作品で、その設定年代のデタラメさソクラテスがそらんじる、追悼演説に、 記述の大部分が裂かれる哲学的問答がないまま終わるという粗雑な特徴ゆえに偽作説も唱えられてきた。ただし、アリストテレスがその著作、弁論術において本作の内容に研究していることから一応はプラトンの新作として扱われている。プラトンがなぜ本作を書いたのか、弁論術を皮肉るためなのか、アテナイの歴史、風俗の記録、 教育目的なのか、練習、下書きの類なのかは分かっていない。ありがとうございます。